さあ、おはようございます。マーティンであの脈部金塚です。発達障害のある子が育つ150の学習課題、その術を皆さんに紐解きたいと思います。どんな力か、まずは、えー、育ちの力についてお話しします。育ちの力、これ見えない。これね、できにくさ苦しんでる人も多いですね。はい。漢字大丈夫書けるこれ数字の問題できるというのもこれ発達障害一因ですね。はい。確かに学びの術としては、まずは見立てによって、あと移動小数点の管理。 その他ものもの割り算の復習、振り返って、そして、まあ、死者五入の練習に、あとはいろいろですね。はい。類似の問題に挑戦する。つまり、小数点の移動、見立て、かける、引く、下ろす、小数点の確認、余りがあるかどうかの話でございます。それとしては3つがあるんです。1つ目は課題遂行の力。2つ目は学ぶ、考える力。三つ目は自我の成長だそうです。はい。やはり、学習力は必要です。というわけで、育ちの発達障害の 育ちの力でした。バイバイ。